選手の皆さん、おはようございます。1年ぶりにここのグラウンド、同じグラウンドでですね、このように皆さんの元気な顔を見れることを、ずっと楽しみにしておりました。今日の大会はですね、ハマシンハイ少年フットサル大会ということで、回を重ねまして、第6回目になります。第6回目ということで48チーム、500人ほどの、多数のご参加をいただきまして、本当に、心から、お礼を申し上げます。今日明日の2日間ですけども、去年とは違って今年は非常にお天気が恵まれて、皆さんの精一杯のプレーが期待できるものと、思っております。とにかくですね、明日頂点を目指して、ハマシンハイの頂点を目指してですね、皆さん、それこそ今まで日頃、監督さん、コーチ、そして、家族の皆さんに支えられて、サッカーの十分に、プレーできるという感謝の気持ちを、忘れずに、頂点を目指して頑張っていただけたらと思います。先だってですね、つい先日はですね、それこそワールドカップで、の予選でですね、日本代表が、世界で一番、早く出場を決定いたしました。で、その時に、皆さんもテレビをずっとかじりついて見ていたんじゃないかと思いますが、テレビの解説をしていました、ジュビロ磐田の名波さんが今日駆けつけていただきました。で、後ほどですね、このスーパースターのですね、素晴らしいテクニックをご披露いただくことになるかと思いますが、皆さんたくさんしていただきたいと思います。なおですね、先ほどもお話ししましたように、それこそ
の、監督コーチ持っていただいて、それとは勝ち負けに、こだわる、これも大切な、勝ち負けにこだわった試合の質問、勝ち負けに、こだわるということも大事ですけども、反面ですね、それこそ言いました、関係者のに、感謝をする、それからチームワークを大切にする気持ち、それから、マナー、それからルールをしっかりと守って、行うということを学んでいただいて、将来の成長にですね、糧になっていただければと思います、決勝を目指して頑張っていただきたいと思います、最後になりますが、大会のですね、開催に対しまして、ご尽力をいただきました。静岡県サッカー協会選手部、フットサル委員会の皆様方、それから、関係者の方々に心から感謝申し上げまして、大会開催のご挨拶にさせていただきます。皆さん頑張ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。法人静岡県サッカー協会理事フットサル委員長鎌田浩二様、お願いいたします。おはようございます。今ね、鈴木副会長さんからお話があったように、4日の日にね、ワールドカップで、日本代表が世界で一番早く出場を決めました。でその中で静岡県の選手がね、ディフェンスで内田選手で、ミッドフィルダーで長谷部選手だと岡崎選手で、フォワードで前田選手、本当にね、君たちの多くの先輩たちがね、すごくね頑張りまして、で出場権を得ました。で、あの試合で特に本田圭佑選手のね、やっぱり個人の力っていうのがすごい評価されてますけど、私たちから見ると、ね、内田選手、長谷部選手で、岡崎選手、前田選手で、この人たちのプレーの中ですごく、ね、評価されてるのはやっぱり攻守の切り替えです。岡崎選手なんかはね、もう倒された次にももう次にね、もう相手ボールへのチェックいってます。で、前田選手も守備に対してすごい、ね、貢献してると思います。そういう中でやっぱり出場権を得たと思います。特にこのフットサルは今言った攻守の切り替えっていうのがすごく求められます。選手としては非常に大変ですよね。攻めと止まったらもう守らないか、だけどここをクリアしていくと、ね、まあ、君たちがこれからサッカー選手で、ね、育っていく上ですごく重要だと思います。ぜひ今日明日ね、熱中症とか気をつけながら、ね、怪我も、ね、精一杯力を出して、で先ほど言われたように感謝の気持ちね、やっぱりこうやってできるのは浜新さん、静雄ちゃん、福井の金田さんがいてできるものですから、ぜひ全力で頑張ってください。終わります。ありがとうございました。競技場の注意、一般財団法人静岡県サッカー協会4種少年委員会フットサル委員長小川真嗣様、お願いいたします。
会は、2012年、13年度の競技規則に準じて行われます。ボールの件なんですが、3号球という、ルールもありますが、今大会は従来通りのボールを、使用します。その中で、去年ですが、皆さんが普段使っている、少年用の、よく弾むボール、フットサルボールではなくサッカーボールを使用して、ゲームに、入ってしまった、チームがありました。指導者の方も含めて間違えないようにしてください。それから、先ほど、お話もありました通り、非常に天候に恵まれた、日になりました。その関係で熱中症、には十分注意し、こまめに、皆さんは水分を取ってプレーに当たってください。はい。指導者の方は、子どもたちに、しっかり配慮をしていただき、熱中症対策、しっかりしてください。最後に、今大会、決勝トーナメントまでは、こちらに、いらっしゃる浜新のサッカー部の、皆さんが審判を、してくれます。皆さんは、リスペクトの精神を持って、しっかり対応してもらうようによろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。なお、今大会の模様は応援企業様の撮影および取材等がありますので、ご理解の上ご承知ください。そして本日と明日、各試合の審判を担当するのが今前に並んでおります浜松信用金庫のサッカー部のメンバーです。現在社会人の西部一部リーグで活躍しています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。参加賞2名、浜松信用金庫より大会に参加する選手の皆さんに参加賞をお送りいたします。選手を代表いたしましてレゾン・キキロン・ステラの永田風磨くん、前の方へどうぞ。
入団直後からレギュラーとして活躍し、ジュビロ磐田の黄金時代を築き上げました。また日本が初出場を果たしたフランスワールドカップでは背番号10番をつけ、日本のエースとして活躍されました。現在は J リーグジュビロ磐田のアドバイザーとして、またサッカー解説者としてご活躍されています。では七海さんよりご挨拶をいただきたいと思います。七海さん、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。実はまだワールドカップ予選というのはもう1試合あって、イラクと最後戦うんですけど、それがカタールでね、11日、あと4日後かなに行われるんですよね。実は今日僕もその解説のために出発するんですけど、皆さんの顔をどうしても見たくて、こうして、来させていただきました。今日はね、全力で戦って、もちろん優勝、それからね、自分たちの目標を達成するのはもちろんですけど、先ほど先生、加藤望君の、ね、言葉にあったように、選手をリスペクト、尊敬し合うということですよね。仲間を思い合って、頑張ってほしいなと思います。それから、天気が非常にいいので、体に気をつけるという意味で、水分補給をね、しっかり取って、2日間、100% の力が出せるように頑張ってください。応援してます。ありがとうございました。プレゼントがあります。今回参加された各チームにサイン色紙の贈呈です。参加チームを代表して、アプローズ FC 平岡修太君、前の方にお願いします。につきましては各チームの代表の方に後ほどお渡ししますので、開会式終了後本部席までお越しくださいませ。さあ、それでは本日は七海さんに来ていただいておりますので、七海さんにリフティングのテクニックを見せていただきましょう。それでは他の選手の皆さんはその場に座ってください。では七海さん、お願いします。なの多分前よ、うわ、何やろ、あっ、ありがとうございます。それでは選手の中からも何人か出ていただいて一緒にやってもらいましょうか。誰出てこい、5人、5人、はい、5人だけだ、5人だけ、自分でやろう、自分で、ほら1人で倒れてたでしょ、ブブブ。じゃあその真ん中の9番、あと3人、あ、OK だよ、これ、あと2人、そう、あと1人、あと1人だぞ、あ、そこの黄色の OK、よし、じゃあちょっと広がろうか、ちょっと1メートルずつぐらい、うん、OK、ストップ、じゃあ折れたらこういう感じな、いい、いくぞ、いい、順番にこういくから返す、俺に返す、いい、何回触ってもいい、5回以内で返そうか、じゃあいくぞ、お父さん、あ、厳しい、お母さん、もう一回、1人目で終わっちゃってんじゃないか、いくぞ、はい、おー、いいね、返す返す、お、
くよ。おい、うまい。はい。うまい。うまい。いいね。ああ。どっちか行くぞ今度。うまい。うまい。どうせよ。うまい。いいよ、3人目。あと2人。おっ、おし、来た。あと1人。おー、いいねー。次、続けろ。続けろ。お父さん。あー、この拍手。ありがとうございました。ほら、時間だ。ほら、あと5人、あと5人。はい、はい、はい。次、次、次、次。14番。やめてよ。行くぞ。久しぶりですよ。行くぞ。もういいじゃん。おお。よ、思いやってた。ああ、また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 。行くぞ。もかもかもか。ドタバタすんな。そうそうそう、落ち着け。おー、いいじゃん。もう一周するぞ。はい、もう一回、もう一回、もう一回。緊張してる？うん。おー、いいね。いくよ。あー！もう一回いける。ヘディング、ヘディングで返せ。ヘディングだ、ヘディング、ヘディング。ヘディング、ヘディング、オッケー。ヘディング。まだいいの？まだやってほしいる？うそのトノコ5番。じゃあ今度はこれラストのグループ、ラストのグループだから、お前らが自分のリフトの技にする。いい、普通にじゃあ10回ぐらい使う。これなんかやってるんですよ、なんかもういい、もういい、全然全然素晴らしい。 OK、 次、おい、おい、
するぞ。オッケー、行くぞ。オッケー、じゃあさっきの全部俺にリターンしてこい。行くぞ。はい。はい。おお、落とすな。うわあ。ああ、お前のせいだお前。もう一回、もう一回。緊張してる、緊張してる。硬い硬い。柔らかく、上半身柔らかく、上半身。OK。OK、OK。ラスト。はい。落とすな。OK、早くし。ありがとう、ありがとう。ありがとうございました。以上をもちまして、開会式を終了いたします。この後、第一試合が10時10分より始まります。そして、第一コートでは、七海さんによるキックインセレモニーがあります。またご連絡があります。お昼休みのイベントとして浜新サッカー部との PK 対決およびスピードガンコンテストを12時30分より行います。参加賞もありますのでぜひご参加ください。なお本日のスピードガンコンテストは各チームから代表選手お一人出ていただき蹴っていただきますので、各チームのキック力に自信のあるお一人を選んでおいてください。選手の皆さん、はい、ご起立ください。それでは監督コーチの指示に従って開催してください。